気象庁によりますと、噴火活動が継続している新萌え岳で、火山ガスの放出量が1日あたり1万1千トンに急増したということです。火口周辺警報の噴火警戒レベル3を継続するとともに、警戒範囲を火口から3キロに拡大し、大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼び掛けています。